開発統括の石城です。この車のポイントは、はい、まずスタートボタンがこのシフトレバーの中に入ってます。ここからスタートをさせます。で、通常の走行はオートマチックで D レンジ、D モードで普通のオートマチックのように走ってますし、マニュアルボタンを操作することによってこのシフトレバーが6速のマニュアル車と同じような操作で運転を楽しむことができます。ハイブリッドシステムについては、はい、今いろいろなシステムを検討中なので、まだ具体的にはお話できないんですけれども、よりスポーツカーとして楽しい走りができるようなものを検討しています。